やばくない？私の。もうだ、さ。今日、行きたくなかったんだけど。マジ今日一日さずっと泣いててさ、朝はねやばかったんだけどギリ耐えて、お昼公演の途中でマッシーさんが来たの、楽屋に。それで着替えてる途中にマッシーさんの声聞こえて泣くし マッシーさんの公演前にあの卒業のお祝いをお渡ししたんですけど、渡して泣いて夜公演始まる前のおばあちゃんで泣いて、頭4曲で泣きそうになって、自己紹介で泣いて、もうマジでずっと泣いて、あ、そうそう、前座で泣いてるから、私も出てないのに。なんか心の準備さできるぐらいのさ期間あったと思うんだけどけど無理だった。まあ無理でしょうね、絶対無理。なんかその着替えとかで一回はけたりとかするじゃないですか、メンバーは。そうさ、履けるごとにさ、レイナさんとかスイスイとかにさ、ユウナ大丈夫？絶対泣くよね、ユウナやばい、ユウナやばいって。
耐えられない。いや、明日目腫れてるよ、絶対ね。帰ってきて、保護者に、保護者ってなんだ、運転してもらってお家まで帰ってきて、その車の中でも泣いて家帰ってきて、泣いてメール書いて泣いて、マッシーさんからの手紙の宛名はね、ユーナだった。最近なんだよ、ユーナって、ユーナって呼んでくださるようになった。メールの写真はひのさんが撮ってくださってて、横にれなさんもいらっしゃって、マッシーさんが目を合わせてこようとするから、目見ないでくださいよとか言って泣き笑いだった。あ、ゆうなちゃんって言われてた。そう、ゆうなちゃんって。でね、マッシーさんからお手紙いただいて、ユウが何回も楽屋で読もうとしたんだよ。なのにみんなでやめとけやめとけって言われて泣くからははは、泣いちゃうから、お見送りの前、お見送りの前にやめな、え、今読むの言うなって言われて、いやいやいや違う違うってなって、終わって帰りますって なるまでに読もうかと思ったけど、それもえ、ポキ今読むのって言われて、やっぱりやめますって言って3回4回くらい読もうとして止められて、まだ読んでない。一生出てくる。え、読んでほしい？今目の前で そうだよ、絶対泣くからやめた方がいいよ。
ゆが号泣したらみんな止め、あーあーってなっちゃうでしょ。ね、やばくない？なんかやっぱ涙袋ってここに涙が溜まってるのかな。やばくない？泣きすぎてなんか、え、いつもこんなもんかな私の涙袋って通常これ。あ、通常か。ここに涙が全部溜まってるのかと思った。こんばんは。本当はもっと出して、あ、そうだよ、多分これの10倍、20倍ぐらい出るんだけど、もうね、ずっと本当にね、ありえないぐらいずっと泣いてんの。リハで泣いて、このマッシーさんの卒業公演の曲のリハで泣いて、それでマッシーさんへのメッセージカードを書きながら泣いて、なんか私さ、なんかもう4ヶ月くらい、4ヶ月とか前にさ知ってたはずなんだけど、そこのね、マッシーさんが卒業するって知ってから今日までの間にえぐいぐらい泣いてる。マッシーさんのことを考えて、今日640日なので継続チケットが1枚もらいました10枚、1枚この間使ったけどまた10枚貯まった、ありがとうフルです、フルで貯まってる。そう、また来月までに使う。あと30、だからに640日だから600、
70日までにもう一枚みんな話してよ。黙ったら考えちゃうんだから。ああだこうだ髪型可愛かったねえ、メイクさんにもね ここに横にボリューム出すの似合うねって言われたよ。嬉しいね。マッシーさんがこの編み込み耳かきおろしをし指定してくださったので、これストレートおろしするってことはお昼に巻いたらいけないから、巻かずにここら辺でアレンジできるやつ考えたらあれになりました。自分ポキさんがポニーじゃないと探せないというのが分かった。え、こんなに好きなのに、こんなにユウのこと好きなのに、まさかまさか探せないなんて。昼ネギ畑多くなかった？多かった。ありがとう、みんな来てくれてすごく多かったです。2月以来の劇場だったんだけど同じ席だった。嘘、すごい、何その偶然。みんなありがとう、来てくれて。でも今日ちょっと元気なかった。朝から一生元気なかった。
髪型でも昼と夜はね違う髪型、これはねゆめさんの時もこの髪型だった、編み込みでおろしで、これみんなに好評なんですよ。もう2024年が半分終わりましたよ。半分終わりましたじゃない、終わりますでした。やばいですね。ご飯ちゃんと食べてる？なんでそう思うの？だって私デブじゃん。どっかどう見たってデブじゃないか。ご飯食べてなきゃこんなデブにはならない。久しぶりに見れて清楚な感じアップしててびっくりしちゃった。そんなこと言っちゃってさ、セタンティーはねえ着るタイミング逃すよね。 NGT のめっちゃ大阪弁の子の名前は奥村桃香ちゃんと西川春菜ちゃん大阪弁かな、おっても、うん、関西弁っていうか、顎のラインシュッとしてきたと思う。なんかね言われたよね、なんか言われんだよ最近、4人くらいに言われる。最近1週間で4人ぐらいに言われた、なんか顎がみたいな。絶対嘘、痩せてないよ。でもほらあれじゃない、ここ1週間ぐらい頑張って歩いてるんだ私。だいたい1日1万5千歩ぐらい歩けたらいいなっていう感じで、ちょっと遠くまで歩いたりとか、そうちょっと運動したい人になっ、いやなんか ヘルスケアみたいなののアプリ見たら8000とか7000で100よりも少ない80キロカロリーぐらいしか消費 しないってことに気づいて、私はでも好きなもの食べたいし甘いもの好きだしお菓子パーティーもしちゃうし、なんかこう
歩いてて、わあ牛タンだってなって牛タン食べたくなっちゃうし、タピオカも好きだから運動するしかないのか私はって思って最近歩いてる。そう、私その加入前めちゃめちゃ太ってたんですけど、ウォーキングしてその合格してから加入するまでの間ちょっとしばらくウォーキングしたら、それだけでなんか 4キロくらい5キロくらい減ったの。だからオーディションの時のシャーベットピンクの歌ってる時の映像と、6月1日にお披露目されたさ、あの安らぎ亭のところで撮ったさ写真のさ顔のさシルエットが全く違うじゃん。あれはウォーキングのおかげなんだよ。足に筋肉、そう筋肉ついてるから走らないようにしてるんだけど、お出かけするときもそうスーパー行きたいなってなったら歩いていくし、あと友達と会うときもその目的地まで、まあ、大体2駅分ぐらいあったけど歩いて行って、なんか1時間半ぐらい前、集合時間の1時間半くらい前に家を出て歩いて行ったりとか、あとあのバンダイとかラブラとかに行くときは、用事があるときはもう何の用事もないのにいろんなところ歩き回ったりするの。自主練とかレッスンの日も歩いてるの？そうそうなんだよ。なんで知ってんの？なんかレッスン場からだいたいこうタクシーを出していただいたりとかするんですけど、私歩きますって言って歩いたりとか、自主練の時はもう普通に歩く。無性に泳ぎたくなったりしないの？する。でも泳ぎに行かないんだよね。サウナとかどう？私サウナは絶対無理だと思う。暑がりだから。私暑がりだから無理なんよね。そう、なんか別に運動しようって思ってなんか運動するとマジで続かないから、ちょっと今日時間あるなとか配信早めに終わったなとかたらちょっと歩くかぐらいな感じで、音楽聴きながら歩いて、ストレスに感じたくないので。夜道を
ちなみに今日は3619歩しか歩いてません。でも聞いてね、これは今日は昨日も全然歩いてない、2171歩。昨日もお話が終わってからちょっと時間あったけど、いや明日公園でウォーキングは無理だなって思って、今日明日じゃない、昨日今日はちょっと無理だった、ごめんなさいって感じで、金曜日が14410歩、その前が13020歩、その前が16093歩、その前が9697歩、こんな感じ。そうだよ、でも頑張ってるねって言われるとなんか頑張ってる感出したくないから頑張ってるとか言わないでなんかすごい頑張って歩いてるとか、痩せたい、運動しなきゃっていう意識で歩いてるって思うとなんか苦痛になっちゃうから私は歩きたくて歩いている、なんか歩きたい気分だなーなんて。そう、衣装の時はカウントされない、もっちゃん歩きしてもカウントされないからそれ難しいんだけど、かっこいいじゃんいいね、みんな今日は14000何歩歩いたよ、かっこいいじゃん おっちゃん歩き方のね真相が分かりましたね、そういうことか。でも私レイナさんの時にそんな思ったことないんだよね、何なんだろう、なんでもっちゃんの時にさ手に目がいくんだろう、目線かな、え、そうなのか、なんか手にすごい目がいっちゃう、でもわかるでしょ、どうだった、今日はやってないか、今日はサブポジだったからやってないのか、うわ残念、ちょっと見てほしいな、私ね僕並みのねユーハのね、このこれ好き、大好き、こんな回し方がね人と違うんだよね、腰の使い方なのかな、難しいんだけど私とは違う動き方してるユーハ、あとこれもちょっとエロい他人よりなんかわかるかな、
何なんだろうねあれ、私にはできない。え、分かる人いるじゃん、ほらほら、何なんだろう。でもねこれね、モノマネできないんだよね。モノマネできなくて、まだちょっと解明できてない謎が。ちょっとこうなのかな。え、わかる？こうじゃなくない？なんかこうじゃない？夕飯って、なっちゃんは腰を、ま、回すんよ。屈伸じゃなくて、なっちゃんはこう、くし、あの、おけつもね、おけつもちゃんと丸を描くタイプなんですよ。つら見てる、回してる回してるって後ろから見てる。時ニヤニヤしてハート作ってかなり好き。何何、どこ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 、それはどこの話をしている。別のね、ニヤニヤしてんの私、違う、あれ全スマイルなんですけど、スマイル、しっかりスマイルやらせていただいて、チーですけど、何ですか、ニヤニヤしてないですよ私。え、ニヤニヤしてない。妹さんの紹介できました、ありがとうございます。ナチャーズなのに、57分になりましたので、いいの早くさ、あのプロフィール、 NGT の公式サイトのプロフィールでさ、マッシーさんが載ってるさところスクショしといた方がいいんじゃない、あのプロフィールとか。やってきな早く。男女読みます。13位まこいもさん、ありがとうございます。12位いちたさん、ありがとうございます。11位かじゅぽんさん、ありがとうございます。10位きっともえらいんさんさんサンデー、ありがとうございます。9位ひよりげたさん、ありがとうございます。8位あべべぼきさん、ありがとうございます。7位はまっぴさん、ありがとうございます。6位はやとさん、ありがとうございます。5位かたやまさん、ありがとうございます。4位みみれパパ、ありがとうございます。3位たかたんさん、ありがとうございます。2位やまわりさん、ありがとうございます。1位とまおさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今回もたくさんコメ、あ、ん？間違えた。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日から7月だぜ。頑張ろうね、みんな。6月もありがとうございました。バイバイ。ごきげんよう。おやすみ。バイ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